消耗戦とは、戦争時における、抗戦状態の一つ。戦闘の決定的な主導権をどちらも握れないまま、長期継続的に、同一地点に戦力を投入し続けて、損害を出し続ける状態、あるいは強固に防衛された要塞など一地点の攻略のために、攻撃側が、長期継続的に多大な損害を出しながら、攻撃を続けることを言う。 北朝鮮以前の大規模戦闘で多く見られ、第二次大戦における、独ソ戦や太平洋戦線では、ソロモン諸島の戦いがその典型とされる。海軍記者の伊藤正則は、損害が累積する様子を、吸血戦と例えた。三つ社、連合艦隊の最後消耗戦は、戦略的に重要な都市や、高地、丘など有利な地形をめぐる戦闘で発生する、可能性が高い。 通常、攻撃軍は、こうした地点に対しては、機動的に包囲し、防御軍の平坦線を断った上で攻撃、防御軍を壊滅、降伏せしめて占領し、自目標に向かって、進攻を再開する、策的、包囲、殲滅、進攻の反復をもって運動する。包囲が完成した時点で、防御軍は持久戦を強いられ、味方が、攻撃軍の包囲を突破して、 救援に訪れるか、何らかの形で、人員、武器、弾薬、食料の補給が行われるまで抵抗を続けなければ、ならない。その過程で一時的に攻防の膠着状態が、検出するが、防御軍の平坦線が切れている状態では、持久戦においての防御軍有利の原則があっても、陥落までの時間が短期か長期かの時間の問題となる。消耗戦は、この、 方位が不完全な状況において最も発生の可能性が高くなる。ありがとうございます。